いやなんかこれやっと旅してる感じだぞ。これはとりあえずこの市場入ってみましょう。何があるのかな。醤油豚骨、豚骨いってみよう。さあ、おそらくチャイナタウンであろうところにやってまいりました。中域の店の雰囲気は変わる。でもハンバーガー屋はあるんで、タイフードコスプレしてるね。なんか急に本当ワンブロック下がっただけで、雰囲気上がっただけで雰囲気全然変わってる。すごいなぁ。いや、もうすぐ日本に帰るのに日本食ってどうするんだっていう話ではあるんだけど、食ってみたい。いやなんかこれやっと旅してる感じだぞ。これは鳥居がいますね。鳥居が、三島由紀夫って書いてある。三島由紀夫、いや違う、ちょっとこっちの方が安心して歩けんな。なぜかわかんないけど、やっぱジャパニーズアニメ人気ですね。あった。基本的にブラジル人でかいんだよね。女の子の方がでかい気がするな。なんて大丈夫。京都って書いてある。絶対京都ではない。一応アジア人街ってことだって、すごい向こう、あそこに入っていくのはちょっと結構だよ。鎧着てる人いますよ。いやーすごいですね。急にさっきのエリアとは全く違う雰囲気。とりあえずこの市場入ってみましょう。何があるのかな。あ、餃子みたいなやつ作りましたね。どら焼きって書いてある。今川焼き、変な世界ですね。焼きそば、なんか何なの、すごい並んでるね。焼きそば、たこ焼き屋さんになった。天ぷら、ハマラオ。でも立ち食いはしたくないんだよな。ナルトは人気ですね、世界中。ワンピースナルトは本当どこでも人気。いやーちょっとこんなの並んでんの無理だな。あの撮影しながら手持ち系は全く食えないよね。こっちだ、ちょっと。焼きそば大人気やったな。まあ、チャイナタウンというか、アジアだと、そごうって書いてある。ショッピングとか、本当なんでしょうか。すごいよな。人は、この通りにまたいで、まあ、アジア系タウンといいますか、チャイナ、まあまあまあ、ジャパニーズタウンなのか、まあ、チャイナタウンなのか。
何を隠そう、私はラーメン屋を探してるんですよ。本当でこうやっぱね、結構ブラジルは携帯パスーンってこう取って走って逃げるとか、バイクでなんか引っ張られて落として取っていくみたいなの多いっつってたね。さあここの通り沿いにラーメン屋があるはずだ。さあうまそうなラーメン屋を探そう。ラーメンショップ。博多一国社。寿司。寿司があるね。寿司もいいな。居酒屋。さっきの一社めっちゃ気になるな。すごい気になる。いや、さっきのところのラーメン屋並ぶか。ちゃんとしたラーメン屋さんだな。ラーメン家具。あ、どうかビビってくるかな。こんな気になるけど、博多ラーメン国社っていう博多ラーメンを食べに行きましょう。めっちゃ混んでるな。日本食人気ですね。ナルトすげー人気だな。ナルトはめっちゃ人気なんですか。あ、キャネサイナップ。はい、ラーメン一国社、ちょっと名前的に気になるんで頼んでました。日本食大人気ですね。とりあえずでもね、ちょっと細かいものはね、どうでもいいね。とりあえず一旦焼きそばとかあとで食うか。そのちゃんとしたラーメン食いたいの。ちょっとメニューを見てみましょう。ちゃんと醤油豚骨、豚骨餃子、読んでもポルトガル語なんて分かりません。豚骨校舎ってめっちゃ書いてあるの。中入りました。とりあえずね、お客さんいっぱいであんま取りづらい状況ではまああるんですけど、とりあえず何をオーダーしたかと言いますと、醤油豚骨の博多餃子と水っていう。はい、コンプリートっていうのを頼んでます。コンプリートっていうのは普通にうまそうだよね。じゃあもう食しちゃいますよ。よし、はい、餃子のピースですね。はい、来ますね。こちら餃子の台になっております。はい、ラー油の代わりに柚子胡椒です。はい、分かりました。です、すいません。ありがとうございます。日本語がうまいというより日本人。あ、ごちそうさまでした。それじゃあ行きましょう。ごちそうさまでした。どうも。ワンタビフェスティバル会場というか、屋台の出るところ一応戻ってみましょう。食えないです、もう食えないですけど、何があるのみたいな。見てみましょう。そう、ということで戻ってから撮影をします。ちょっと歩くんで以上です。コメント欄の方にやってほしいこと、企画などなど募集してますので書いていただければ、採用者にはなんと1万円プレゼント。どんどん応募してね。